どうも、風海です。ついに、ゴーレム倒すところから始まっちまったな、俺。はいー、これで鉄をゲットして、今日の実況が始まるということで、今回は、村人から弓の能力を変える世界にやってきました。ってことで、ここの村人から、こんな感じで、この右側にあるやつが弓の能力だね。を売ってるんだけど、それぞれこの左のアイテムで交換できるんだよね。まあ、そんなに、厳しくはないかな、ぐらいのものばっかだね。で、今回ね、この世界でなんと目標として、3体のボスをね、倒していこうかな。そのボスっていうのは普通のバニラでいるエルダーガーディアン、ウィザー、エンダードラゴンっていう、なんかその3体のボス倒すの久々な気がするな。ってことでね、始まりが村だったんで、まずとりあえず食料集めていこうか。で、まあ今回この世界は弓がめちゃくちゃ強い世界なんだけど、縛りとして、いや今日剣縛ろっかな俺ね、割と弓矢の腕自信あるんで、あそこにいるイカとかも、いやまあ当たんないんだけど、結構さ、エンドラ戦とかで、あ、ふうはや、まあ弓うまいねって書いてくれるコメントも多いんで、まあちょっといい気になってる。で、ここになんか鳥であったんで、じゃあ、これさ、火打ち石入ってるね。ってことで、あ、もう一匹ゴーレムがいる！びっくりした。これさ、一応この火打ち石と、この炎の能力をゲットできるんだよね。今、この普通の弓だと、この能力をつけられないんで、じゃあまず、能力をつけられる弓を作っていこうかな。じゃあこのさっきの鉄3個で、鉄のツルハシ作って、で、まずね、じゃあこの石を集めます。いや、本当村って何でもあるから便利だよな。で、まず周りに木材と、真ん中に石で、はい。このなんかよくわかんないのを作って、真ん中に弓置いて、石置いて、これよくわかんないのここに置くと、はい、こちら、石の弓に進化できるんだよね。ってことで、今回はなんと、こっからね、何段階かまたさらに弓を進化できるんだけど、まあ、進化するごとに、ドロップ増加も増えるんだよね。で、さらにまあ、無限もついてるから打ち放題ってことで、じゃまずこれに能力つけてこっか。はい、こういう画面が開けるんで、じゃまずこの元から持ってるこの羊のマークのやつ、これを入れると、まあこれの能力として、はい、なんとモブを吹っ飛ばすことができる。まあこれ自体はまあそんなに強くないね。で、さらにこれね、能力を3つまでセットできるんだけど、これさっきゲットした火の能力を入れると、はい、なんとモブに弓矢を当てると火がつくんだよね。で、まあプラスモブが吹っ飛ぶ能力もまだついてるって感じで、そうだからこれちょっと強い能力を組み合わせるほどこう最強の弓になるんだよね。てか待って、この弓進化させて威力も上がってるな。ちょっとじゃあゴーレムで試してみるか。うわー、すげー、ゴーレムも吹っ飛ぶんだ。うわ、ゴーレム倒しやす。はい、どうだ？はい、もうどんどん飛んでくる。はい、いや、でもやっぱ攻撃力も強くなってるわ。で、まあ、また鉄もゲットしたんで、これさ、何と交換できたっけ？あ、石炭とかはすぐゲットできそうだし、あ、待って、これ水バケツ作れるな。まあ、どうせならちょっと作っちゃおっかな。よっしゃ、この水バケツと能力を交換していこうか。はい。で、じゃあセットと、これはどういう能力だ？はい。ん？ん？あ、どうやら火を消火できる能力らしい。あ、だからこうやって火ついたら、はい、こんな感じで消せると。これさ、自分の火は、ふっ、つ、で、消火できない！いってー。ただ一定の確率で、そこに水を出すこともできるらしい。まあ、使い方むずいな。じゃあもうこれで洞窟行っちゃおうかな。あ、待って、自由にお取りください。あー、これは、ちょっとだけ持ってっとこう。後でね、自分で能力とかもゲットできたりするからね。ってことで、まあ、今回ね、多分あとね、ダイヤ結構大事になってくるんじゃないかな。あ、ここ深そうだね。じゃあ入ってこうか。能力を買うのも大事なんだけど、やっぱ弓もね、強化したいんで、まあ、しかもね、弓強化したら多分ドロップ増加とかも増えるからね。なんでま、鉄とかもちゃんと集めてこう。鉄ももう結構集まったんで、まあ、じゃあとりあえず焼いとくか。うわ、待って、クリーパーいる。一発、二発、二発でも倒せるんだもんな。だいぶ強いぞ、この弓。はい！あっぶねー！近くに矢を撃って、モブを吹っ飛ばすこともできるから、爆発しそうになったらこうやって吹っ飛ばすのいいね。さあ、そしてもう鉄も結構焼けてるね。次は、石4個に真ん中に鉄。で、この、よくわかんない鉄を作ってから、これさっきと同じ感じで、弓真ん中に置いて、
って、で、周りに鉄を置くと、はい、なんと、今度は鉄の弓に進化できます。で、これは、ドロップ増加2だね。これのおかげで、エンドとかにも行きやすそうだよね。待って、威力とか上がったりしてるかな？はい。わかんないけど、まあでも、強い感じはある。え、待って。お、ほぼゾンビも一撃になってる。うおー！そしてチェストあるね。はい。ここでダイヤ出るのが一番楽なんだけどな。あ、そして待って。エンダーマンはさ、弓当たんないじゃん。当たるんかい！あ、いや、まあ、でも、多分今、火だけが当たってた感じだね。まあ、だから、エンダーマンにも当たるような能力をゲットしなきゃいけないね。そして、あ、金とかもちょっと大事だから集めとこう。あとは、危ねえ。レッドストーンもさ、そういえばなんか交換にあったよな。いや、ただ、珍しいな。ダイヤがなかなかない。うわー、めちゃくちゃありそうなんだけどな、こういう場所。あったー！これ2個かな？いや、もっとあってほしい。3個？もうちょいない。ないか。3個でも十分かな？うわ、待って。あ、スポナーあるじゃん。ここのチェスト気になるな。いや、ただ、剣ないとさ、これめちゃくちゃ接近戦があんまり強くないんだよね。ただ弓威力高いな、ほんと。じゃあ、スポナーを壊して、よし。これでこん中見てみよう。特にないか。ダイヤない？ないか。まあいいや、じゃあとりあえずこれで一旦上出ようか。さてことで、じゃあ一回、今あるやつで交換しようか。この、ライトニングアップグレード。そして、あ、この雪玉のやつも買えるな。ダイヤで。あとは、レッドストーントーチを作れば、はい、このハートのやつと交換できるね。よ、じゃあこれで一回セットするか。じゃあまず一つ目、これ。おそらく、上が雲で、この水色のやつが雷かな。っていうことで、撃つと、あ、雷を落とすんだけど、強すぎて一撃で、あー、でもウィッチになるね。でも普通にね、多分今、攻撃力が強い。そしてこの雪玉のやつは、当たった場所にどうやら、雪を出すらしい。で、あー、たまにスノーゴーレムが出るらしい。かわいい。で、なんか水も凍るっぽいね。すごい。で、さらに、はい。当てると足が遅くなるっていう。いや、この能力が多分一番強い気がするな。そしてこのハートは、こうやってダメージが受けてる時に、で、これ打つと、ほら今、回復したんだけど、たまにハートが少し回復するっていう能力らしい。まあ、どれも悪くない能力だけどね。今んとこ、火力特化で行くのなら、火に、雪玉に、雷かな。これ多分、今できる最強コンボな気がする。喰らえ、馬！当たんないんかい。はい。おお、馬も一撃だ。やっぱこれは強いぞ。じゃ、ちょっと次はね、もう早速ね、一体目のボスを倒してこようかな。あ、待って、ピラミッドあるな。エルダーガーディアンを倒そうと思ってたんだけど、これはこれで都合いいから先にピラミッド寄るわ。よっしゃ、これで、うわ、ダイヤ出てほしい。出ないか？あ、金リンゴでも、あー、ダイヤ出た。はい、他は？あ、金リンゴ、よし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 。これは、ラッキーだね。そしてじゃあ一応、TNT も取りつつ、これでじゃあまずね、この空の能力の周りに TNT を置くことで、はい、こちら。TNT の能力を得ることができるんだよね。これ多分ね、マジで強い。だからちょっとじゃあ雪玉抜いて、本当に能力としてはそのまま、はい。着弾した場所に TNT を爆発させるっていうとんでも能力だね。あ、またピラミッドあった。いやでもこっちの方がさ、さっきの洞窟よりダイヤゲットできんじゃね？じゃあこれで、はい。いや、ダイヤは、ないか。まあしゃあない。まあ一応 TNT 取るか。あのね、地味に技にも、これなんか耐久値があるから、まあなくなって、た時用で持っとくか。あ、そして、あ、この海は絶対にいる。ってことで、じゃあボート作って、これでじゃあ海底神殿探していこうか。あ、ちょっと待って。防具なんもつけてないじゃん。危な。ま、鉄もね、せっかく焼けてるから、さすがに防具は作った方がいい。あ、ぴったりあったし。あ、沈没船があるなぁ。うわぁ、ちょっとじゃあ、まあ、一瞬だけ見るか。沈没船ってね、ワンチャンダイヤとかもあるからね。いや、これさ、えい。おー、爆破した。いや、ダイヤ、ないな。あ、また沈没船あるな。これ、待って。え、海底神殿もあるんだけど。海底神殿って意外とあるんだよな。ことで、ま、でも、はい。これね、爆発するって分かったから、割と水の中でも使えそうだね。この部屋だ。はい。
あー、ない。エメラルドは一応取っとこうか。ちょっとじゃあ海底神殿に向かう前に、どの能力がいいんだろう。まず TLT は確定。火は使えないじゃん、水の中だから。あ、これさ、相手を吹っ飛ばす能力。これエルダーガーディアン使えそう。そして移動速度を落とす能力もなんだかんだ使えそう。どんな感じ？やっぱ危ねえ。いや、待って、これ、威力マジで強いな。ちょっとじゃあ、周りのガーディアンに気づかれないように。あ、でもこのなんか氷山の下にあるのは意外とやりやすいかもしんない。あ、やめろ！ガーディアンやめろ！ガーディアンどんぐらい？ん？あ、ちげえわ、待って。これさ、雪の能力あんじゃん。これ、あー、水の中でも氷を作っちゃうらしい。だからこの雪の能力抜いて、回復能力にするか。あ、待って！あー、採掘速度低下つけられた。いや、これただ待てよ。これ爆発でさ、上穴開けられない？頼む！いった開いたねー。これ開けられるの？であれば、はい。もう、俺が入る穴を開けて、よし！これで、よーエルダーガーディアン！これで、一方的に、あ、なんか、なんかあいつ氷に詰まって俺に攻撃できてなかったぞ。待って。これ、俺強いな。やばい。予想以上に俺が強くなっている。よし、じゃあこれで一回戻るか。よし、ってことで、またなんか変えるかな。あ、金リンゴゲットしたわ。はい。これで、はい。橋の能力をゲットしたと。これめちゃくちゃ便利。能力として、弓矢を撃つと、はい。弓の軌道に橋をかけるっていう。これがね、ネザーでめちゃくちゃ使えるでしょう。いや、なんならエンドでも使えるな。まずね、これをゲットしておきたかったんだよね。で、そして、この弓をさらにアップグレードするために、はい。鉄の周りに真ん中に金で、よくわかんない金を作って、で、これで真ん中に弓とよくわかんない金と、金で、はい。なんと、次は金の弓を作ることができるんだよね。いや、これもう相当攻撃力やばいぞ。あ、スケルトンちょうどいるね。はい。いやー、当たり前のように一撃だ。で、ドロップ増加3になってるね。これはとんでもねえな。じゃあもうね、ネザー行っちゃおっかな。いや、正直、今回のラスボスは、エンダードラゴンじゃなくて、まあ、ウィザーになる気がする。正直ね、ウィザーの方が強いからね。まあ、ここにね、砦もあるんで、ポータルも楽々作れるね。はい。てかさ、能力でインベントリがかさばるわ。よし、これで、うわ、すげえとこ、うおー要塞来たー。たまに来る豪運だね。ってことで、ここで、はい、橋を架ければ、もうすぐに行って帰ってこれるし。めちゃくちゃ楽だな。あ、で、ブレイズは、ドロップ増加ついてるし、これ何発？一発、じゃあ二発かな？はい。あ、ブレイズロッドめっちゃ落ちてる。よいしょー、オッケー。これで、いや、まあまだ必要だな。ウィザースケルトンも、これ足遅くしちゃえば、余裕で勝てるじゃん。なんなら今日剣あるよりも、簡単かもしれないぞ。ブレイズスポーナー見つけずに終わるかもな、これ。ウィザースケルトンもたくさんいるな。待って、あ、ガスト待って。こいつね、確かガストの涙欲しいから、そこら辺に落ちてろ。よし。ガストの涙は、あ、今、死人できた気がする。ちょっと、取ってきます。ちょっと、やめて。あー！ウィザースケルトンね。もう、名前とか覚えたわ。ここら辺にガストの涙があったね。よし。ガストの涙も、確か何かと交換できた気がする。いや、橋の能力、便利だな。じゃあ、今褒めたじゃん！危ねえ、でも先に分かってよかった。これ一定時間経つと消えるっぽいな。なんで、ここギリギリまで上がったら、はい、もう一回橋作って、安全に登っていこうか。そしてね、ウィザースケの頭も、まあ、今日ウィザーと戦うから、ゲットしたいんだけど、まあ、ドロップ増加3じゃまだきついらしいね。まあ、だからさらに進化できるから、それでもっと、ドロップ増加が増えたら、頭が回収しやすくなるかもね。ってことで、もうブレイズはいいんだよな。あ、待って、チェストあるね。ダイヤね、もうちょっとだけ欲しかったりするんだよな、ゲットしたってことで。あれ？これもう作れるんじゃないか？周り鉄に、真ん中にダイヤ。はい。よくわかんないダイヤ作って、弓とダイヤを並べると、はい、来た！ダイヤの弓ということで、こちらのドロップ増加率、10だね。これだったらさ、もうウィザースケの頭取れそうだけどな。待って、あとどれぐらい強いんだろう。うわぁ、ゾンビピグリン撃つか。いや、やってみよう。一発で倒したから、こいつも気づいてないぞ、仲間がやられたことに。強。どんぐらいの確率で落とすんだ？ま、これでもまだ、あんまり落とさない気がする。
あ、ま、あ、ブレイズも一発に倒せるようになってる。ちなみにだけど、この弓、一応もう一段階進化するから、あ、落ちてるじゃん。まあ、さらにこっからゲットしやすくなるっていうね。まあ、じゃあとりあえず一個持っておいて、先にエンダーマン倒してこようかな。さあ、青森ついたんで、エンダーマンに効く能力を考えたけど、これだね。絶対に爆発。この三人まとめていけるかな。いけるー！うわー！ちょっと待って！いけてねーわ！ちょっとまずい！これ下、落ちたら絶対にやられる。はい！やられ！はい！うわー！すげーな。ちょっとこれ一撃で仕留めないと色々とまずいぞ。これ当てていいのかな？あ、これ当てていい！あ、そう考えると楽だな。そして、はい。あ、エンダーパールめちゃくちゃ手に入る。えい！強いな。はい。これ多分ね、本当に5体ぐらいでいいんじゃないか。はい。!9 個ゲットしたんだけど。いや、まだあるぞ。え、一気に10個出てきた。で、もう終わり。まあ、じゃあ一回、これで帰るか。さあ、じゃあ帰宅したんで、もう残りのやつと交換してこう。まずこれ。メテオ。まあ、隕石だね。あとなんか交換できんのあるか。能力で言えば、あとはこのネザライトだけかな。うわー、本当に隕石降ってくる。いや、これさ、隕石どれぐらいのダメージなんだろう。はい。あー、まあ、直撃しないとそんな強くなさそう。いや、じゃあ自分に試してみるか。あ、いって。こういう試し方もあるんだな。まあ、結構でも、これ範囲攻撃にもなるね。ってことでじゃあ、もうエンド向かっちゃおうかな。あ、てか待って、忘れてた、危ね。このエンダーパールのやつもゲットしてなかったな。さあ、じゃあこのエンダーパールの能力は、お！撃った位置に、テレポートするね。だから、はい。わー、いいね。これ、エンドラに吹っ飛ばされた時とかも、はい。あー、こうやって着地できるわ。めちゃくちゃいいじゃん。そして、エンドはどっちだ？そっちね。で、なんか、移動も、これで楽そう。いや、弓ってめっちゃ飛ぶからな。はい。これは移動楽になるぞ。はい。わ、雪山来たわ。いや、もう後ろだ。ここもうじゃあ近いんじゃない？はい。おっと？そんな俺高速移動してたんだ。ここだ。あ、ここだ！あ、来たー！お、そして、見つけたね。ま、エンドラにはやられるわけにはいかないな。はい、じゃあこれでまず、はい、テレポートして、ちょっとじゃあ選ぶか。待って、メテオってどんな感じ？ほい、これ、あー、ギリギリ避けちゃう。じゃあこの雷は？えい。うわーこれ、待って！え？うわ、めっちゃ楽だ！これ雷だわ。もう、この黒曜石の柱に当てるだけで、上のやつも破壊できる。すごー！こんなにいい使い方があったんだね。しかもこれ、柵も破壊できんのやばすぎるな。いけ。よーし、これで、あ、こいつ真ん中来る。雷どれぐらい食らう？はい。いや、結構入るな。じゃ、最大火力。雷 TNT メテオ。これどうだ？食らえー！あ、これ、メテオ入ってる？いや、メテオは入ってない。じゃ、この火のやつの方がいいかな。はい。あー、強っ！いや、これ、負けないな。めちゃくちゃダメージ入るじゃん。こんなんさ、普段の弓の腕と相まったら、これもう絶対に負けんよ。うわー！なんか、エンダーマンが来た。はい！よし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 、危ねえ危ねえ。いや、これ、自分にも食らうと痛えな、結構。で、うわー、すげえ！これ、顔に当たるととんでもねえダメージ。もうやられるぞ。え、これもう次ラストじゃね？じゃあ行きまーす。ここ！じゃあ！マジか！ちょっと飛ばされた時用にさ、エンダーパール結構仕込んでたのに、飛ばされることなく終わったな。ちょっと、こんなに圧勝するとは思わなかった。ま、でも、ま、次のウィザーが、ま、一番苦戦するから。ってことで、じゃあウィザー戦行くか。ってことで、まあ、ウィザー戦行くかって言いながら、まだちょっと最終強化に入ろう。ここにさ、あ、エメラルドめちゃくちゃあるね。実はこの弓、さらに最終進化できて、足りないものがあるわ。速攻で探してきます。さあ、こちらだね。ダイヤを、1個2個、あー、あったね。これね、4個ちょうど、え、すげえ、ちょうどあるわ。いや、まだあるわ。いや、先に、この洞窟見つけておきたかったな。いやー、そんなにあるの？え、めっちゃある！おいおいおい、もう、でもこんないらないんだよな。まず、ダイヤ4個を角に置いて、真ん中にエメラルド。で、変なエメラルドができるんで、これと真ん中に弓でエメラルドを置いて、
て、はい、これが最終進化、エメラルドの弓だね。さあ、こちら、ドロップ増加30か。さあ、そして攻撃力は、ゴーレムを、待って、一発でそこまで響いてる ?2、3発?ちょっと待って、これ、規格外なんだけど。やばいわ、化け物級の弓生み出してしまった。いや、もう落ちたわ。やっぱドロップ増加30は半端じゃねえな。ってことで、じゃあもう一応ウィザーも召喚できるな。ちょっとじゃあウィザーと戦う前に、この火をセットして、豚を撃てばね、これめちゃくちゃ食べ物もらえるんだよね。まあパンより全然こっちの方がいいんで、はい。おえ !42 になった。そして、ちょっと隠された能力が実はあって、空の能力に弓矢3つ置くと、はい、こちら。3つの弓矢が書かれた能力をゲットできるんだよね。で、これがどこに入るかっていうと、実はこの左側、ここが隠された能力の場所だったんだけど、これを入れると、はい。なんと、弓矢が3つ一気に出てきます。なんかもっと出てきてる気がするけど。まあ、だから、より当てやすくなるんだよね。今は全然当たってなかったけど。はい。おー、すげー!行商人とラマを一気にやっつけたぞ。じゃあ、TNT と、雷。そして、いや、メテオかなー。まあ、とりあえず、じゃあ、これでいこうか。ってことで、はい。いざ、召喚するぞ。はい!やばーい!あ、俺なんか牛乳とかゲットした方が良かったかもな。ここ!え?どこ行った?ここ!当たってる!は!うわー!すげー!めちゃめちゃ当たってる!で、はい!もう結構雑に打ってもいい。で、待ってこれさ、あい!もう半分削れて、落ちてくるんだけど、これさ、弓矢でね、この白くなった時、当たる!当たる!行って死ぬ!死ぬ!ちょっと待って!あ、これまずいわ!これまずい!これまずい!ちょっと待って!俺がやられる前に、もうやるしかない!ウィザーを!え?待って!あれ?ウィザーどこ行った?あ、どうやら、相打ちしたらしい。いや、だったら2回戦目でしょう。はい、よし!いや、どっちかが勝つまで続けようぜ!はぁー!行って!やばいな!これ当たると、本当にもう消耗戦。だから、はい!空中で当てて、ここ、よし、これで、俺が、回復しきれ、やばい、ウィザー効果いつ切れるんだ、これ待って、だははは、はい、3戦目、マジでいい勝負だな。次で決めさせてもらうぜ。はい。こうやって、よしよしよし、いい感じに当たってる。俺が一発も当たんなきゃいい。ちょっと待って、やばい、はい、よし、これで倒して、あ、待って、これで、回復しろ、で、回復しつつ、牛乳取って、よいしょー、危ねえ、危なー、牛いるところまで近づいてよかったー。ってことで、まあ、ここを付け荒らしたの、ほぼ俺っていうね。ていうかさ、この羽の能力、めちゃくちゃ忘れてたわ。これの能力は、はい、弓矢を飛ばすと飛べるんだよね。まあ、これ、ウィザー戦で使えたかって言われたら、まあ、よくわかんねえな。ちょっと最後にさ、この弓矢がどれだけ強かったのかっていうのを自分で受けて確かめてみたい。来い!いや、いけるべ、さすがに。強すぎるだろう。